なんか肘優位で上げちゃうかなっていうのがあるので、そこというよりも、なんか通過させる場所を、この股関節というか、ヒップジョイントのこの辺を通して引く感じ。あんまりこの腕の曲げ伸ばしは使わないで、肘の関与をなるべく減らすように後ろに放り投げるようにすると、で上げるとこもそうなんですけど、結構そのメインにしたいところが、上げた後のストレッチ、これが肩がぐんとこう倍に出るくらいまでストレッチをさせるのがいいのかなと。結構そのワンハンドの醍醐味はストレッチがかかるところかなと思っているので、それでやりましょう。はい、練習してください。はい、実はその手のかけ方の、はい、こうかけるといいですか。こうですか。この手はそっちの方がなんかね、いいらしいです。そっちの方が握りやすいです。あ、そういうことですね。目線前ですね。で、鏡見てもらうと分かると思うんですけど、体がこう斜めになってるでしょ。はい、こうじゃなくて、本当はこうしたまっすぐ。そうで、右足後ろに引くとまっすぐです。引くのはここ、あ、じゃなくてバーベルの軌道はこの辺ですね。で、引っ張るときは胸張っちゃった方がいいです。あくまで張るだけで体を横に倒さない。一旦バーベル行きましょう。バーベル始めたので、で、本当はやりたい動きとしてはこうなって、こういう動作になるんですよ。はい、こういう動作。そう、これって何かっていうと、まあこういう動作。はい、ちょっとその方に真似してもらってもいいですか。あ、いいです。こういうです。で、ここに関しても引いたら戻す。からいい感じ。そう、今だと結構腰足メインで腕張っちゃってるじゃないですか。はい、この辺は割とキープして、で、そう、これだけこれだけ、スタートの位置もう少しこう、ベッドをオーバーさせていただきます。膝に手を置いてください。楽な姿勢を持ってください。はい、で、こっから手を離す。から今だと胸が張れてないから、そこで胸を、そうそうそう、ベントオーバーの姿勢は今のが基本。はい、で、ここから引く、戻す、戻す、そう、今のこの可動域が広がってくればなおよし。そうそう、で、腕はここを通す。だいぶいいです。で、それを片手膝ついて、片手もうそれで曲がってますよね。で、両手作って、で、片手離す。で、これを引く。そうそう、やばい。自分となんとなく動き違うの分かります。肩の位置が結構ここで引いちゃってる。はい、肩が動いてない。で、背中を関与をなるべくさせたい場合、肩が前の状態から後ろに持っていく。そうそうそう、あ、だいぶいいです、だいぶいいです。で、これが、こういう動作にならなければ OK です。 OK です。さっきの姿勢、この姿勢、肩で外す、ダンベル握る、で、引く、ダンベル戻す。で、これを続けてください。今のと、この姿勢が
こういう風に置いちゃうと、はい、あの背中から逃げて姿勢が崩れてるので、このあくまでもヘッドオーバーの、この姿勢を保ったまま、その姿勢絶対キープです。多分ね、股関節硬かったりしますね。かそうなんです、うん、なんかここの動きはちょっとスムーズじゃないかなっていうのがあるので、ここができるとやりとかなんか入りとしてどうだろうな、あんまり引き切ったところで止めるとしんどいから、別にすぐ戻して大丈夫です。はい、結構弁当箱の姿勢が苦手ですね。そうですね。硬いと思うね。うん、そう、何が。